4つの動きを行っていきます。全部で5セットです。1つ目は腕を前に伸ばしてパンチです。見よう見まねで頑張ってみましょう。5、6、7、GO。腕をしっかりと伸ばします。2つ目は下から背中を意識して動かしていきましょう。3つ目は顔の横で糸を巻くイメージで動かしていきます。反対。OK。 次は足踏みをつけていきましょう。レッツゴー。腕と足は同じタイミングです。2つ目は下から。3つ目は顔の横で背中を意識していきましょう。反対。OK。 さあ3セット目です。音楽に合わせて楽しんでいきましょう。レッツゴー。さあ腕をしっかりと伸ばしていきます。次は下から。肘を曲げて背中を使っていきましょう。次は横。糸を巻くようなイメージで。反対。足踏みも合わせて楽しんでいきましょう。 OK。 前後左右に動いていきます。レッツゴー。まずは前に。パンチと一緒に進んでいきましょう。次は後ろ。次は横。反対に。そうです。ラッキー。ラスト1セットです。ゆうたろうひかりと一緒に最後まで楽しんでいきましょう。これでタプタプ二の腕ともさらばです。5、6、レッツゴー。さあラスト思いっきり頑張りましょう。しっかりと腕を伸ばして。次は後ろ。さあ横に思い切り楽しんで。最後はパンチを打ちまくりましょう。頑張って。あとちょっとです。That's right. また明日。リズミックボクシング大阪本店、梅田各線から徒歩5分圏内、小初天神商店街入り口。リズミックボクシング金沢店、イオンマックスバリュー駅西本町店隣接。大阪金沢に近い方はリズミックボクシングのスタジオにお越しください。2回の足も一緒に行きましょう。レッツゴー。足と